お前たちはなぜこんなところにいる？それがどうやら大きな魔力災害に巻き込まれたみたいでして。安心しろ、必ず故郷まで送り届けてやる。ここで放り出したとあってはスペルドの誇りに傷がつく。もっとも傷だらけの誇りだがな。エリス、おはようございます。こちらはあれが普通の反応だ。僕は異常ですか？異常だ。だが悪くはない。はじめましてエリス、ボレアスグレイラットです。エリス、ボレアスグレイラットか。違う。すまん、ルイジェルド・スペルティアだ。話が通じればみんな友達になれるんですよ。お母様ったら嘘ばっかり。早く寝ないとスペルド族に食べられちゃうなんて。縮こまって寝たふりをしていたんですね。バカにしないでよ。ルイジェルドさんは頼めば友達になってくれるかもです。でもルイジェルドさんからもお願いします。おう、エリス、よろしく頼む。しょうがないわね。友達になってあげるわ。というわけで夜の間に二人は仲良くなった。物おじしなくなっていくエリスが失礼なこと言っても、ルイジェルドはさらりと受け流している。誰だよ、スペルド族は切れやすいって噂を流したやつ。突然の見知らぬ土地、これから長い旅になるのだろうか。エリス、ちゃんと送り届けないとな。